アルトゥール・グリューバーはドイツの指揮者、エッセンの生まれ、幼少期より音楽の才能を示し、10歳で作曲を始め、はじめ13歳でオペラを書き上げた。フォルクバング音楽大学でルートヴィヒ・ベイバーに指示した後、1930年から1932年までケルン音楽院に行き、バルター・ブラウンフェルスに作曲、ヘルマン・アーベントロートに指揮法を学んだ。 ケルン音楽院を卒業後、フランクフルト歌劇場のコレペティトルとなり、1933年に同歌劇場でバーグナーのリエンチを指揮して成功を収めた。1938年にブッパータール歌劇場の指揮者に転出し、1939年にはベルリンドイツオペラの第一指揮者となった。1944年にはハレの歌劇場の音楽監督を務めた。 第二次世界大戦終結後は、1947年からバイエルン国立歌劇場の指揮者として復帰し、1951年から1955年までベルリンコーミッシェ・オーパーのカッペルマイスターを務めた。この間にアイルランド放送公共楽団の指揮者も兼ねた。1955年から1962年まではブラウンシュバイク州立劇場の音楽監督を務め、 数多くの録音をこなした。1962年からカールスルーエ歌劇場の音楽監督を務め、カール・ハインツ・フュッセルやルドルフ・ケルター・ボルン等のオペラの初演を手掛けた。1963年からカールスルーエ音楽大学で教鞭を取ったが、1976年に体調を崩して陰遁した。バルトブロンにて死去した。ありがとうございます。